どうも徳井です、今日はですねモノマスターという、雑誌のキャンプの取材で埼玉県の時川町にあります、野庭っていうキャンプ場に来てるんですけど、すごいねおしゃれなキャンプ場で、すごい綺麗なとこなんですよ。向こうはねモノマスターの取材の方ですね。取材の方が今お昼食べてる間にこれを回してるんですけど、なぜ回してるかと言いますと、ちょっとねこの野庭のスタッフの方の車がですね、すごいキャンプ仕様というか車中泊仕様のカスタムをされてまして、ちょっとこれはぜひ取材させてくださいということでカメラ回しております。それがこちらです。これがすごいんですよ。ちょっとオーナーさんを紹介します。お願いします。はじめまして、ヘンミマオと申します。ヘンミさん、はい、ヘンミさん、野庭のスタッフさんですよね。そうです、野庭のスタッフで、はい、いやちょっとね、はい、この車がすごすぎたのでちょっと、はい、紹介させてもらおうと思ってですね。ありがとうございます。はい、これがもうちょっと一回じゃあ閉めましょうか。これね、ここ入ってないですか。この木枠ぐらいまでです。はい、はい、こちらこれがですね、車種が松田のボンゴです。松田のボンゴ、はい、ボンゴなんですけど、このボンゴがとんでもなくてですね、どっから見たらいいかなはい、なんと中がねすごいんですよ。ご覧ください、これめちゃめちゃカスタムしてあって、しかもおしゃれね。ヘミさん。ヘミです。はい。ちょっとヘミさん、ちょっと紹介してもらっていいですか。はい、かしこまりました。そもそもこれをカスタムしようと思った理由は何なんですか。はい、ですね、僕コロナでずっとキャンプ好きだったんですけど、はい、コロナでキャンプ場が閉鎖されちゃって、はいはい、でその時ね、お家の棚を作るっていう DIY に目覚めて、はい、で家具を作り切った後に、じゃあ何をしようと思った時に、それこそインスタグラムとか YouTube とか見た時に、バンをおしゃれに、DIY して車中泊とかバンライフとか言うんですよ、はいはい、言ってる方がいて、これ俺にもできそうだなと思って。いや僕もね、はい、バンライフとか好きではい、はい、いろいろ動画とか見てたんですけど、はい、これなかなか自分でカスタムしてやるの難しいなって思ってたんですよはいはい、はい、その DIY とかの経験あったんですか。いやもうほぼなかったです、ね、ほぼなしで。なんか DIY キットを買ってネジで止めるぐらいの。あ、ほんまにもうめっちゃ簡単なやつしかしたことなかったってことですね。そうですそうですそうです。それでこれ。そうですね、コロナで目覚めましたね。はあ、ちなみに制作期間はどんなもんなんですか。制作期間ギュッとしたらでも1ヶ月ぐらいでは。へえ、そうですね。え、これはこの中古のボンゴを買ってってことなんですか。そうです、中古のボンゴを買って、でもやるつもりで買ったので本当に傷傷でも中どうでもよくて。そっか、そうですよね、どうせやるから。そうです。ちょっとじゃあ、はい、一個一個こだわりポイントというか、はい、ちょっと教えてほしいんですけど。あ、かしこまりました。一応やっぱり一番雰囲気出たのはこの天井。天井、これ天井も、はい、板張ってるんですね。板張りました。これはもう本当の木材ですね。そうです、これは杉の板を、はい、張ってあります。これ結構大変これ結構大変ですよ。だってこれぴっちりね、もちろんこの天井に合わせたサイズに切ってはめ込まないといけないし、でこの杉の木もまんまじゃなくって、これは塗料塗ってるんですね。はい、これ塗ってます。すごい、一番大変でしたね。これ何が大変なんですか、この天井反応。やっぱりこの端からやってってこう調整すればよかったんですけど、はい、何を思ったか、その僕真ん中からやってしまって、はあはあ、でそうすると両端が合わなくなるいや後から聞いたら、はい、いやそりゃそうやろと思うけどでもやりますよね、そんなやったことなかったら。そうなんですよ、真ん中からやった方がこれどんどん形が見えてく気がして、はい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 、ワクワクしてたんですけど、端っこで絶望するっていうのが、うん、合わねえぞと。そうですそうです。え、ほんでどうやって帳尻合わせたんですか。で外して、あ、じゃあ外して端からやり直したって。これって、はい、どうやってくっつけてるんですか。これが元の天井を剥いだ時に、はい、こう真ん中と前の方向にレールが
通ってるんですよ、はい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 、でそこのレールに直接あのドリルビスで穴を開けましたね。へえ、天井に貫通しないように。はい、そう、何回も聞きますけど別に言うたら素人ですよね。あ、もちろん、はい、DIY の見よう見まねで。すごいな。それなんかいろいろ動画とかネットとか見てってことですか。そうです。で僕これ今作って3年目とか2020年に作ったので、はい、その時にあんまりやってる人がいなくて、はい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 、でいろんな海外の人とかを参考にしてやりました。で天井が一番大変で、あとはこの辺の壁とかはどうなってるんですか。この壁がですね、一応僕キャンプ仕様にバンを DIY したので、はい、このキャンプ道具を並べてるんですけど、はいはい、これね、こういうの憧れますよね。そうです、そうです。で、有効ボードを使って。そうです。でこれもこだわりあるんですけど、はい、ケースにしまうと出さなきゃいけないんですよね、はい、で使ったらまたしまわなきゃいけない。このワンクッションツークッションめんどくさいなと思って、うん、もう手にかかるところ、手に届くところも見せる収納っていう感じで収納してますね、はいはいはい。はあ、これは有効ボードを何かでくっつけてるのか、それとも、はい、こうはめ込んでるだけなんですか。一応ですね、この窓に断熱材を入れてってで有効ボードをやって、商用車なのでこっちを見ると分かりやすいんですけど、はい、このバーが通ってるんですよ、はいはいはい、この隙間に厚さを合わせてもうぴったり止まってるような。じゃあこのバーはもともと。そうです。あ、じゃあぴったりの方がいいのがありましたね。そうです、もうこれを活用しようと思って。へえ、それにぴったりはまってる感じですね。はあ、でこっちのここの、はい、ここの面にも板張ってるんですね。そうです、横にもどっちにも張ってありますね。これは何ですか。これなんだっけな、これちょっとよくわかんない。なんかのオイルじゃなくて、オッシャー液とか多分そっち系の。ああ、はいはいはい。まあ別に特段必要のないもの。そうです。一応開けとこうと思って。うんうんうん。かっこいいなあ、これは。あ、男の憧れ。でもセンスがいいっすよね。なんか、こういうのにしても、はいはい、なんかこうヴィンテージ感のあるもので、はい、これってなんかどっかのアメリカのヴィンテージとかなんですか。そうです、僕古着がすごい好きで、はいはいはい、そういう自分らしさをちょっと出したくて、古着屋さんでこういう買った雑貨とかをちょっとそのディスプレイとして使ってみようかなと思って。いやー、いや、こういうディスプレイもやっぱ、はい、なかなかセンスないとこううまくはいかないんですよね、はい、なんか決して別にめっちゃ綺麗じゃないけど、はい、おしゃれな感じ。なんかやってたんですか。僕は前にそのリユースショップで売り場を作る仕事をずっとやってて。ああ、だからか。で最後その3年間がアウトドア専門店で店長やってて、はい、その売り場作りのノウハウをちょっとこの車に入れ込んだ感じですね。いや、このディスプレイはおしゃれやわ。もうなんかもうこういうのも憎いですね。わざわざ何に使うってわけでもないけど、こういうの置いとくっていうの、はい、こういう多分ゆとりがあるとないとで全然違うんやろな、はい、そうですね。ね、もうなんか必要なものだけをブワーって並べるのだと違いますよね、うん、ディスプレイってこと考えると。本当自分が上がるレイアウトにしたくて、この中を、はい、やっぱもう自己満ですもんね基本。いや本当そう思いますね。自分が一番なんかテンションが上がるのが一番ですよね。本当その通りです。でこの台も、はい、この台はこの台も一から作ったんですか。そうです、こちらも全部作って、うん、サイズ測って。そうです。でこれはちょっとこれすごいですやん。これウォータージャグですよね。そうです、キャンプ用のキャンプので下が言うたらちょっと簡易的な流し台みたいになってるんですか。そうですね、もうこれめちゃめちゃ簡単に作ってて、100均のちょっとまあ恥ずかしいんですけど、すごいすごい、タッパーとこんなのレンジ入れるトレイに穴を開けて、はい、これは専門のその排水のやつを、排水用のパーツ。そうです、これ合うようにこの穴を開けた。そうです。はあ、開けて、で本当に自転車とかを水止めるやつを止めて、はいはいはい、でこんな感じで、でちょっと、まあ、はい、いろいろ手とか洗って下に水が溜まったら、あとそれを捨てると。そうです。なんかやっぱりこの車の中で過ごしていく中で、ちょっと歯磨きとか、はいはい、顔洗ったりちょこっとしたいので、うん、そのいちいちそこに外に出るのがめんどくさいので、うん、ちょっとこれだけでいいやと思って、ほんと簡単に作りました。確かに。
やっぱここのこの台もやっぱり、うん、この辺こっちのこっち側のスペースとか考えて尺を決めなダメですもんね、はい、そうですね、こう座って過ごせるように。でここ台が出るんですか。はい、ちょっと見せてもらっていいですか。すげえ。え、これってこういうパーツってホームセンターにこれ売ってるんですか。これもうホームセンターに売ってます。なんか DIY コーナー。へえ、はい、ガチャンって何の売ってんねや。めちゃめちゃ便利です。ちょっとしたこうそれこそ仕事をはいなんかも PC 使ってもできるし書き物もできるし、はい、ここ本当にあんまり料理しないのでお弁当を買ってここで食べてっていうのも多いですね、はいはいはい、これって、はい、この台はこれなんかヘリンボーンっていうんですか、はい、この模様は自分でやったんですか。そうです、これあの100均でそれこそあのスノコをちっちゃいの買って、はいはい、それをバラして並べて切ってそらおしゃれメガネかけるわ恥ずかしい。そもそもやっぱおしゃれやねんな、うん、でこの下のボードは買ってそれに貼っ付けていったってことですか。そうです、うわすげえな。強くしてはいはいはい。でこの下はちょっと収納なんていうの。あ、そうです、それこそキャンプ道具とか入れたりして。へえ、考えられてるな。でこっちがベッドですね。はい、こっちがベッド。はいはい、このまず土台ももちろん作ってるんですよね。そうですね、こんな感じで作ってますね。うわ、なんかもうええ感じに互い違いにしてるまあこれは本当にまあ言った棒っていうか、はい、もうこれもホームセンターの木材を買って組み立ててっていう感じですね。合わせてでこうなんかくっつけてるんですか、それとも置いてるだけなんですか。一応こういう感じで組み合わせてる感じ。これも本当スノコベッドなんですけど、はいはい、ちょっと見せていいですか。あ、はいはい。じゃあ、ちょっと。これがですね、こんな感じで。あ、引き出せるんや。はい、あ、だから互い違いになってるんや。そうですそうです。そうかそうか。引き伸ばせるように。うわすごいな。でこれで引き伸ばした後に、うん、このマットがあの同じのが二重になっているのでこんな感じ。はいはいはい、すごいマジですごい。へえ、セミダブルぐらいの大きさでは。はい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 、そうですね、120ぐらいかな。そうです、120ぐらいです。はいはい、うわすごいわ。寝るときはこうすると。そうですね。この土台自体は固定されてるもんなんですか。ちょっとこれめくっていいですか。あ、どうぞどうぞ。土台はあの固定してないんですよね。あ、そうなんや。はい、まあでもこんだけ大きかったらガサガサ動くこともないしね。そうです。あと高さも低いので、はいはいはい、あの動かないんですね。この下のこれもなんか道具入ってるんですか。これあのキャンプ用のテーブルが入ってて。ああ、そっかそっか。下にが収納になってます、ね。はいはいはい。じゃあなんかテーブル出したいときはここから引っ張り出してきて、はい、外でご飯とか食べたりすると。そうですそうです。ちょっとしたこういう工具なんかもなんかこれ、洒落てんな。本当に一個こだわるとどんどんこだわんなきゃになってきて。うん。うん、だってやっぱ。残念なとこがないですもんね。だいたいこうなんか綺麗に洒落た感じにやってても、あ、このパーツちょっとダサいなとかあるけど、うんうんうん、変なところが全くない。そうですね。だってこういうね金具こんなんもいろんなパターン売ってるじゃないですか、はい、ピカピカのもあれば、はい、これが本当にあのツヤツヤのシルバーとかやったらちょっと違うし、いやそうなんですよね、ちょっとこうビンテージ感のある金属、そうです、なんかそれこそ一回ツヤツヤのをつけてみたときに、はい、これ全然違うなと思って、うん、やっぱ DIY の自分でつけたら外すこともできるので、うん、すぐ変えてっていうのは、じゃあ そっち側の壁も見ていいですか。ぜひぜひ。一応ここがテーマがあの朝ごはんセットになってます。あ、これそうです、ここの全体、あ、全体で、このバーナーであの奥のケトルでお湯を沸かして、はいはい、あのケトルもいい感じやな銅製のねえ、銅、うん、のケトル持ってくるあたりがすごいなサイズ感もめっちゃ良かった。あ、確かに割とね
普通この感じやったらもうちょっと大きいパターンになりそうやけど、うん、そうなんですよ。かわいいサイズですね。あんまり見ないサイズで、ほんであんまりガチャガチャ鳴ったりとか落ちたり専用にまたあれで、はい、止めてるんですね。はい、あれめっちゃ使います。これやっぱ車中泊あの車のこういうカスタムやとやっぱりガチャガチャしないくすんのって結構大変ですもんね、うん、もう常に地震が起こってるような感じなので、うん、それは意識しましたね。うーん、でダークのフライパンと、はい、このフライパン このパーツこれ別にフライパンをたかけじゃないですよね。かけじゃないです。普通のフックをちょっとあの曲げましたね。あ、曲げたんや、はい、ほんでちょっとこの作業用のエプロンをここのね、はい、ちょっと入れ物にするってい そうちょっと見せる収納に、はいはいはい、これめちゃめちゃ使えますね。これいいですね、はい、このこれ便利やな。なんか見た目もいいし、この車作って第7形態ぐらいここ変わったんですけど、うんうん、ここは一番最初に作ったっきり変えてないっていうぐらいあのすごい便利ですし、うん、ポイントにもなるというか、うん、やっぱこう第7形態まで行くってことはこう、あ、ここちょっと使い勝手悪いなとか、はい、いっぱい出てきたんですか。めっちゃ出ました。ほんと過ごしていく中でこの高さ違うな、うんうんうん、ベッドのサイズもうちょい欲しいなっていうので、はいはいはい、めちゃめちゃ考えましたね。でホットサンドメーカーとでコーヒーの引くやつとメジャーとかいろいろ入ってるんですね。あ、僕もこれ持ってます。持ってますよ、はい、これは何ですか。あ、これ僕のちょっとおすすめアイテムなんですけど、ウェルビーンのやつ。これなんか古いケースですね。これそうです。でも現行の。あ、現行なんや。なんですよね。使ってっていい感じになってきたのかな。そうですよ。え、何これ。これがドリンクホルダー。まさかの。これドリンクホルダーとして売ってるんですか。これそうなんですよ。そうなんですよ。そうなんや。これこの前車中泊して飲み切ったやつを置いてるんですけど、すげえ。めちゃめちゃいいですよ。でこういうここの胸にも入れられるようなんで、すごい。なんか LLB やし、なんか、はい、狩りのなんか ライフルでも入ってそうな雰囲気しますね。なんかね、そう、なんか使う人によってはあの釣り竿を入れたりしてます。ああ、そっかそっか、はい、いろいろ使えるんや。そうです。で僕キャンプ系結構長物多いからそんなもん、ね、使えますよね。そうですそうです。これはちょっとなんか面白いアイテムだけどかっこいいみたいな、じゃあ基本はドリンクホルダーとして。そうです。すごい、こんなんあんや。はあ、このテーブルバッテリー弱に積んで、はい、さらにちょっと見せていいですか。え、まだなんかあるんですか、はい。こういう感じにしてますね。すごで、これがちょっと不安定なので、うん、本当もうただのつっかえ棒なんですけど、はい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 、こういう感じで。こだわってるな。でちょっと外にこうテーブルができると。そうです。キャンプの時にキッチンテーブルとして使います。はいはいはい。あとここが朝ごはんセットの理由が、あのキャンプがみんな撤収してる2日目の朝に、うん、ここで朝ごはん作りながら撤収している人を見てコーヒー飲むっていう優越感じゃないですか。オーナーだけの特別席なんです。そうですそうです。で使い確かにちょっとこう出っ張ってるテーブルあると便利ですもんね。なんかね、なんかちょっと置いたりとかするのにね。あと車内でこのバーナーとか火が出るものあまり使えないので、はい、こう外に出してあのキャンプ場で火使ったりとかやってますね。確かに車内でモクモクやると匂いもつくし。そうですそうです。これ確かに便利やな。しかもちゃんとレール作ってやってんねや。これはすごいな。インスタグラマーのゆりえさんがこういう引き出すのをやってたりとか、はい、あと海外のバンライファーとかもやってたので、はいはいはい、これは絶対真似しようと思って。これいい、めちゃめちゃいいです。これ裏側どうなってる。裏からのステッカーをもうもう、はい、おしゃれ、はい、ステッカー貼ってます。やだもうちょっと俺さすがに後ろはなんか、はい、あんまり、はい、見られたくない感じの、はい、ごちゃごちゃってなってんのかと思ったらなんかおしゃれごちゃごちゃやん。やっぱりちょっと抜かりないので。抜かりねえなー、はい、すいません。へえ、ほんとみんなからもらったステッカーを貼ってたりとか、はいはい、映える。そうですよね。へえ、はい、いい感じやなこれはすごい。使い終わったら
これを。で、どうしよう。ここもこういうカーテンの生地とかもやっぱこの断熱材の生地とかもやっぱ合わせてんのもすごい可愛いですね。あの、あそこの上のあのなんかホルダーみたいなのは何なんですか？ああれなんかたまに脱いだ洋服とかを帽子とか引っ掛けたりして、結構車中泊にするとあの洋服がガサバるので、はいはい、この上に引っ掛けられるようにいろいろつけてますね。やっぱこう断熱材あんのとないと全然違いますか？はい、全然違いました。夏と冬とどっちが？やっぱり冬の窓の冷気がすごい感じて、はい、僕この前あのカーテン磁石でボールに留めて、うん、ありますね、はい、あのカーテンやってたんですけど、やっぱその隙間風とか窓の冷気がすごいので、うんうんうん、もう隙間を作んないようにスタイロフォームを布でくるんでパタッと。へー、マジであの室内が快適になりましたね。案外ね、なんか車中泊って冬、はい、車の中やから寒くないんじゃないかって思われがちやけど、うん、いや本当そうです。キンキンに寒いですもんね。キンキンです。あ、車って鉄の塊なんだなって分かりますよね。本当そうです。へー、すごい。でこれ床もなんか、はい、これウレタンなんですか、何なんですか？そうです、これもスタイロフォームっていう発泡スチロールみたいな断熱材で、でベニヤ乗せて、であのフローリングシート、はいはい、でここを気にしなかったのが、うん、あの雨の日とかやっぱ乗るのと、確かにちょっと腐っちゃったり汚れたりするので、うん、あの腐らないように掃除しやすいようにっていうんでフローリングシートを使ってます、はいはい、僕のあのゴードンミラーもやっぱり、はい、下はこれですね、はい、こういうシートですね。そうなんですね、はい、なんかその方がやっぱいいですね。いいと思います。でこのボンゴの外装の塗装もご自身で？はい、自分でやりました。これ言うたら普通に市販されている塗料で？そうです、宝塗料っていうペンキとハケとローラーで塗れる、はははは、でそうですね、塗りましたね。いややっぱこう全体の色のトーン この統一感がすごくいいですね。うん、そこ結構こだわりましたね。これ結構車中泊のキャンプ行かれるんですか？もう週 3,4 では行ってて、あんま家に帰ってないですね。じゃあほんまに結構この中に過ごす時間が長いんです？はい、めちゃめちゃ長いです。このお家の駐車場を止めて、家でシャワー歯磨き浴びてここで寝ましたね。家がそこにあるのに。やっぱこう秘密基地感というか。そうなんですよね。ワクワクしますか。はい。はあ、いやこれは貴重なの、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、野庭の辺見さんでした。はい、よろしくお願いします。